鎌倉市鎌倉市の一鎌倉空襲は太平洋戦争末期の1945年にアメリカ軍により行われた神奈川県鎌倉市に対する空襲である。鎌倉は地域一帯を焼き払う絨毯爆撃や艦砲射撃を受けることはなかったが藤沢市や小田原市と同様に県内や他の都市に対する空襲の余波や関西機や P-51 マスタングによる数度の攻撃を受けた。鎌倉市ホームページは戦火を免れた理由について、貴重な歴史的遺産に富む鎌倉を米軍が空襲対象から除外したためとしているが、この仮説については疑問が唱えられている。なお、鎌倉はアメリカ軍が攻撃目標とした180都市のうちの124番目に指定されており、戦争が長期化した場合には、 爆撃を受ける可能性があった。1月9日13時30分頃、アメリカ軍の B-29 爆撃機約60機が日本本土に来週、約20機が静岡県の前崎から関東地方、約40機が島半島から東海地方へ侵入し、各地に分散攻撃を行った。日本列島空襲戦災士によれば、 神奈川県内での爆弾の投下はなく、日本軍の降車砲の破片や、機関砲の流れ玉により死者一人、重軽傷者10人を出したと記している。同日、3機の B-29 が、鎌倉周辺に飛来し、鎌倉軍深沢村などに被害を与えたとも、作家のおさらぎ次郎の日記によれば、反証と降車砲が鳴り出したと思ったら、木原君が今、短期と4機のが通ったという。 短期の分は味方2機に挟まれ火を吐いたそうである。夜になって聞くと、大船の富士飛行機の前の専用道路に、校舎砲弾らしいのが落ち一人死に、二人か三人が負傷したという。地区の撮影所にも敵の機銃弾の薬莢が落ちたという。攻められた短期の分らしいと記されているが、正確な被害状況は定かではない。2月12日。 アメリカ側の記録によると1機の B-29 が鎌倉市の市街地に3トン爆弾を投下したと記されている。アメリカ軍では本格的な空襲の前に対象地域の偵察を行っており、この機体も偵察機であった可能性があるが、日本側に被害の記録は残されていない。2月16日から2月17日、アメリカ海軍第5艦隊第38任務部隊は、 伊療島上陸作戦の牽制のため、16日早朝から数波にわたって関西機を発艦させて、関東地方の軍事施設を攻撃した。おさらぎの日記によれば、鎌倉上空にも敵機が飛来し、16日には、機銃装者により12所と関の前で山火事が発生、17日午前にも敵機が上空を飛来し、降車砲音が轟いたと記されている。また、 鶴岡八幡宮年表によれば16日の空襲の際、鶴岡八幡宮の敷地内に、校舎砲の断片が数箇所に落下し、作業所の屋根を貫通したと記されている。5月24日、1時30分頃から約2時間半にかけて B-29 約250機が、京浜地区に侵入し、東京都心部、神奈川県、横浜市や川崎市に、 焼夷弾攻撃を観光したが、5月23日夜に、鎌倉の12所地区の田園に、焼夷弾が投下された。この焼夷弾は発火することはなかったが一体が油まみれとなったため、その対象に追われたとの証言が残されている。7月30日、アメリカ海軍第3艦隊第38任務部隊と、 イギリス海軍第37任務部隊から発艦した関西規約700機は駿河湾方面から日本本土に侵入し関東地方及び東海地方の軍事施設、交通網、船舶、市街地などを攻撃した。おさらぎの日記によれば関東各地に分散攻撃が行われ鎌倉上空に敵機が飛来した際に降車砲音が鳴り響いたことが記され 鶴岡八万宮年表によれば、鶴岡八万宮付近で、機銃装者が行われたものの、車頭に被害はなかったと記されている。おさらぎの日記によれば、8月5日には、鎌倉周辺、8月6日には、関東北部、8月7日には、相模湾方面に、P、P-51 マスタングの昇変隊が侵入したことが記録され、8月8日付の日記の中で、果実、 北鎌倉で電車が、機重奏者せられしとき、ほどがやトンネルを出たところで、小型爆弾が落とされ10名かの死者ありと記している。この他市の中心部で、機重奏者が行われたとする証言があり、腰越では一人が死亡したとの証言があるが、正確な日時や状況は定かではない。なお、神奈川県警察が編纂した、神奈川県警察誌によれば、 鎌倉周辺で数度の空襲被害があったことが記録されているが、この記録は鎌倉だけでなく、他の地域を一括して統計的に処理したものであり、各都市ごとの正確な被害者数は定かではない。鎌倉駅の西口にあるウォーナー検証費。彼がアメリカ政府を説得し、鎌倉などの爆撃阻止に貢献したとする説には疑問が提示されている。鎌倉地域には、 鎌倉軍深沢村の横須賀海軍、交渉深沢分工場や富士飛行機などの軍需工場があり、前者は巨雷、機雷、爆雷、総打機、単身技、機銃断層などの製造、後者は海軍機の製造に携わっていた。また、戦局の悪化に伴い本土決戦が差し迫ると、連合国軍の相模湾上陸に備え近隣の 山々には防御戦闘のための陣地が構築された。こうした軍事施設や軍事施設を有する鎌倉地域は本格的空襲を受けることがなかったが、その理由についてアメリカの美術史やラングドンオーナーが政府を説得したことにより、京都市や奈良市などとともに空襲を免れたという説が、真摯やかに伝わっている。この説は、 美術評論家の八代幸男が1945年11月20日付の朝日新聞において公表したことを契機に広まったもので鎌倉駅の西口にあるウォーナーの検証碑には文化は戦争に優先するというウォーナーの功績及びアメリカ軍の戦争政策を称賛する文言が刻まれ鎌倉市市には戦争地域美術及び記念物用語院のウォーナーが 爆撃阻止リストに鎌倉を加えたことが大きく作用したと記されている。一方、同志社大学教授のオー,オーティス・ケイリが1975年に爆撃禁止命令は陸軍長官ヘンリー・スティムソンの指示によるものとする調査結果を発表。専門家の吉田森生が2002年に出版した辞書の中で日本の文化施設、文化財を記したウォーナーリストは 必ずしも繊細から守るために作成されたのではない、と様々な要点を示して否定するなど、ヤシの公表した説には疑問が提示されている。なお、オーナーと交流のあった、茨城大学逸浦美術文化研究所元所長の稲村大造によれば彼自身は、生前、文化財リストを作成したのは自分たちだが、爆撃を中止させるほどの権限はなかったと、 発言するなど関与を否定していたとしている。この180都市は日本が1940年に行った国勢調査の人口順配列によったもので、作戦の優先順位を示したものではない。なお、米軍交換戦士によれば、作戦の優先順位は文化財の有無ではなく、建物が密集しているか、燃えやすい建物か、軍事工場があるか、輸送施設があるか、都市。 人口の規模、レーダー爆撃が可能かにより決定されていた。ありがとうございます。